今回の美味しんぼ攻撃のポイントは2つあります。1つは鼻血の話がデマだと、あるいはデマだと明言しないでもデマであるかのような表現で攻撃しているということです。2つ目は鼻血が被爆とは関係がないということを明言し、因果関係があるとの考えを持つこと自体を攻撃していることです。でまず鼻血の話はデマではありません。井戸川前町長の話も真実です。でそれ以外にもたくさん鼻血を出された方がおられたということも真実です。今回の政府、福島県、双葉町等による美味しんぼに対する攻撃は、故郷を追われ、職業をなくし、地域コミュニティを奪われ、家族がバラバラにされ、健康不安を抱え、先の見えない生活に疲弊している福島の人たちをさらに抑圧し、将来に対する不安も現実に起こった出来事すら口にできない、そういう状況に追い込もうとするものです。私たちはこれに対して断固抗議したいというふうに思います。そして、市民の皆様にはこんな異常な社会の出現を許していいのかというふうに問いかけたいと思います。これは福島だけの問題ではありません。復興の妨げになるという理由で放射能に対する不安を口にできない、この国は戦争の妨げになるということで戦争に対する不安を口にできなかった70年前のこの国の姿とどう違うんでしょうか。これは私たちがこの国をこれからどういう国にしていくのかという私たち一人一人に突きつけられた問題なんだと思います。今日は福島から勇気を振るっていただいてお母さんたちに来ていただきました。鼻血をはじめとする健康不良が現実に起こったこと、そして今回の美味しんぼ騒動によってどれだけ傷つけられたかということについて話をしていただきます。私は学習塾の講師をしております。そのため子どもたち特に中学生の話を多く聞く機会がありました。で今までにない鼻血の話を聞きました。2011年震災後すぐに学校が再開され、学校に通うようになると学校での状況を聞くようになりました。子どもたちの話によると、学校での教室では誰かが必ずと言っていいほど鼻血を出していたと言いました。子どもたちは必ず毎日誰かが鼻血を出すという異常事態に慣れてしまい、誰もが驚かなくなってしまっているようでした。私の生徒も授業中何回も鼻血を出す子もいました。その中で私の知っているだけで3人は耳鼻科でレーザー治療をしました。子どもたちの話によると、何度も鼻血が出て日常生活に支障が出るということでレーザーで焼いてもらったんだと話しておりました。また保養に子どもたちを連れて行って郡山に帰ってきた時もすぐ荷物を開けた同じタイミングで10人中4人も鼻血を出していました。私は塾の講師を25年ぐらい続けておりますが、今までにこのような経験はありませんでした。放射線の影響がで鼻血が出ているかどうかは分かりません。しかし、もしかして放射線の影響ではないのであろうかと考えてしまいます。もうそれ自体が被害ではないのかと思います。いくら学識者や有識者に放射線と鼻血は関係がないと言われても、実際に今までと違った事象が出ていれば心配になるのは当たり前のことで、これを全く科学的根拠がないと言われて切り捨てられていることにとても怒りを感じます。私は爆発当時、小学5年生の息子と小学1年生の娘、そして私、爆発直後に体に発疹、原因は不明でしばらくして収まりました。で5月ごろ、大量の鼻血で息子が何度も倒れました。で喘息もほとんど良くなっていたんですけど、今はもう強い薬を毎日飲まないとダメだぐらい、そうですね、症状が悪化しました。で白血球もかなり減少しました、その時。なので保養に連れ出しました。行ったら薬も塗らずに発疹が消えたり鼻血が止まったり、喘息の薬も飲んでなかったんですね、気づけば。それぐらい違ったんだと思います。
小学校5年生の息子が当時目に見えない放射能が怖いって私に訴えてきたんですよ。それはものすごい自分の体にすごいいろんなことが起こりすぎて恐怖を抱いたんだと思います。おいしんぼについてですけど、おいしんぼについては実際に私たちが経験したことを書かれていたので、それを風評というのはおかしいことだと思います。風評を逆に作り上げているのは原発由来にしたくない人たちだと私は思います。直ちに影響がないイコール影響があるかもしれない、影響があるかもしれないならそれなりの対応をなぜ取らなかったのか、なぜここまでおいしんぼを非難するのか、私たちの口封じとしか思えません。私は、地震の時に小学2年生の息子がおりまして、郡山市になるんですけども、郡山市は地震の時に水が止まってしまって、原発事故の、避難措置とかも特に市民の方には伝わってこなかったんですね。で、水が止まってしまって子供を連れて水をもらいにも行ってしまいましたし、あとはガソリンがなかったのでバスで移動したりをしまして、おそらくたくさん被爆をしてしまったと私は思っています。初期被爆の影響はおそらくあったんではないかなと思っているんですけども、その事故の後はですね、小学校は入学式とか始業式が1週間遅れて始まったんですけども、最初はマスクをして、長袖長ズボンでしばらく過ごしておりまして、うちの息子は1学期に1週間近く鼻血は出ました。で、鼻血はまあ子供なので何度か出たこともありましたけども、今まではちょっとティッシュを詰めれば止まる程度だったのが、朝起きると枕が赤くなったりとか、ちょっと量がやっぱり何度もティッシュを変えないと止まらないっていう量が1学期にありまして、まあ、1週間程度で収まったんですけども、事故の時に8歳だった息子と半年間母子避難をしまして、で、私の入院を機にまた郡山の方に戻ってきたんですけども、その後ですね、咳がですね止まらないかったりとか、あと湿疹が出てしまったりとか、あと、いろいろと体調を崩してまして、で、病院に行ってみると子どもがですね、多いんですね今、まあ、病院にたびたび3年以上行ってきましたけども、どこの病院も原発事故のお話をしてくださるお医者さんはほとんどぐらいないです。で、私は子どもが学校で集団検査で甲状腺の方 A2 をいただきまして、書面だけで再検査がなしということでいただいてたんですけども、で、この間の春休みに、保養に行きまして、戻ってきた次の日にまた鼻血が出ました。で、春休みだったのでちょっとやっぱり心配が度重なってたので、甲状腺検査を、受けてくれるという病院をやっと探しまして連れてきました。で、まあ、A2 ってことを、2年ぐらい前に集団検診でいただいてたんですけども、その自分で連れて行った甲状腺検査をやってくれる病院で、やはりA2 だけど、まあ、先生がポロッと言ったのはよくこれで A2 だったなと、まあ、嚢胞がたくさんあったんですけども、嚢胞は皆さん
お分かりか分からないんですけども、嚢胞自体ががんになるわけではなくて、刺激を受けたから一杯嚢胞があるようで、嚢胞ある子は多少いるのかもしれないですけども、そういっぱいあるっていうのはやっぱり異常だと、そう異常、嚢胞が異常にあるってことは、その周りの細胞ががんになるかどうか、半年に1回検査をしていきましょうってことで言われました。鼻血だけでなく、たくさん不安がありまして、で今回おいしんぼの件で、まあ、私としては見て、まあ、あったあったと、私の息子もありましたし、ただ鼻血だけではなかったし、ないと思いますし、そこを、いいきっかけにしてくださったなとは思いますし、特にですね、私は否定される方の方、行政だったりとかであれば、ちゃんと調査をしてくださいと強く、はい、思います、はい。本当に検査がですね、2年に1回っていうのはとても親として切なくてですね、はい、もう子どももですね、守れないっていうのは本当に辛くてですね、はい、なのでまあ抗議するのであれば、検査をして、細やかな検査をして、一部の声でなく全市民の声を拾ってもいいんではないかと、はい、思います。はい、原発事故を機に、当初3月23日24日ですかね、やっとあの高速バスがつながったということで、あの妹が東京にいるものですから、まずはちょっとあの当時小学校6年生だった次女をあの避難させようとして、あの東京に一時的に自主避難しました。であの周りの状況はもうとにかく水やそういう何でしょうね、ガソリンとかそういうことで皆さんがこうあのその日の生活をするのにやっとな状態だったんですね。でもあの入学式が始まるということで一時娘をまた戻らせて生活を送っていく中で、5月頃からあのなんか子どもを放射能から守るネットワークということでメーリングリストがあの流れてるっていうことを聞いて、そこに私も参加させていただくような形でいろいろ今の状況がどういう形なのかっていうのを知ることになっていくんですね。であのその時に当初私は福島市に勤務してたんですね。でそこ あの同僚のスタッフの4歳と7歳の男の子がなんか毎日鼻血を出しているということでちょっと気になるんだという話を聞いて、あのもしかすると何かあの放射能との関係があるんではないかということで、うちもあのその時以降あの放射線を測る機械を借りてうちを測ることにしました。で当初その時には、家の中の1階が 0.4 マイクロシーベルト、2階が 1.2 マイクロシーベルトで、玄関の外で 2.7 マイクロシーベルトでした。その数字すら私はちょっとどういう値なのかは分からなかったんですけれども、いろんなことを調べていく間にちょっと異常だということで、あの危険性を感じているなさなか、あのうちの娘も6月の23日に鼻血を出すということが起こりました。でその時点からちょっと体調不良を訴えて一時郡山に戻しましたけれども、やはりこのままではいけないと自分も感じ、また自主避難させる決意で私も仕事を辞めてというか転勤を申し込み、7月夏休みを待たずにあの2度目の自主避難をしました。で
今の経過としては、娘もやはり話は止まりましたけれども、貧血的なものですね。今高校1年生になりました。3年になりましたので、やはりお風呂に入るとまあ、10分間のものでもちょっと体力的に貧血っぽくなるっていうものがあります。で、私自身も去年の、10月からちょっと熱が高熱が出て調べたところ、膠原病だということも分かりました。で、今回そのおいしんぼの漫画のことで流れたことに関してですけど、やはり事実私の周りにもありましたし、実際に自分の娘もそういう経験をしましたし、あの鼻血はですね、ちょっと流れるくらいの鼻血ではないんですね。朝起きた時にその鮮血ではないんですね。黒どす黒い血液がかなり大量に出るということで、学校に行った時もそのかなり大量に出たということで、やはりその事実は認めてもらわなくてはいけないと思いますし、じゃあなぜ郡山も また今除染をしてますね。側溝のところとか除染をしてます。なぜ側溝とか除染をしなければいけないのか、それも不思議になります。何ら関係がないんであれば、除染に高額なお金をかける必要もありませんし、それでしたら今仮設住宅で本当に大変な人たちを助けるべきだと思います。で、当時ですね、野党の森雅子氏は鼻血の件は知っておりました。で、あの時に私もいろいろなこういうところに出て森雅子氏が喋ってる話も聞いております。でも今与党になってああいう話をするということ自体、何かすごく私としては憤りを感じております。で、これを機に皆さんが本当に真実がどこにあるのか調べていただいて、それが本当に風評なのか風評被害なのか、それでは本当に復興のために風評被害とそういう言葉を変えておっしゃってるのか、その辺をやはりメディアの方たちがよく追及していただければ私はいいのではないかなと思います。私たちはこの抗議に対して少し聞き取り調査を始めました。裏付けとなるためのものが集められたらと思いました。5月17日土曜日から私たちの ML またはそれにつながる人たちに問いかけたところ、今日まで18件のメールが寄せられました。皆さん今お母さんたちお話しされたのは中通りの方たちがですから、私は会津のことに特化してお話ししたいと思います。例えば会津の高校生、当時16歳だった子です。急にたらりと出る、量も多かった。3月11日から2ヶ月ぐらい経った頃から1年以上続いた。昼夜問わずいきなり出ることが多かった。週に 2,3 回、多い時には 3,4 回。お母さんのコメントとしては頻度が多すぎる、下痢や咳もひどかった。この子は屋外の部活動にいた子です。また、決して子どもだけの情報が集まってきたのではありません。お父さんたちの情報も集まってきました。成人男性、おそらく50代の方だと思われますけれども、しつこい鼻血で毛細血管を焼いてもらう。これは震災の年、2011年の話だそうです。この方は職業柄、被災地での仕事が多い日々。その鼻血は2週間ぐらいにわたって出た。また会津の男の子、9歳の子ですが、突然両方の鼻から出血、サラサラの鮮血、中にはドロッとした粘液も含まれていたが、なかなか止まらなかった。そしてこの子は確かに2011年の8月に就寝中に寝ている時に2日間だけ出たということだったのですけれども、突然何の思い当たる理由もなく鼻血を出したのは初めてだとお母さんはコメントしました。さらにこの鼻血を出したのは県外に保養に出かけて帰ってきてから2日後のことでしたという話です。男の子
会津の11歳の子だった、その時11歳の子でしたけれども、その子は中学生になってからお母さんからの勧めもあって、屋内での部活動を選び、そこに所属していましたけれども、やはり課外活動、野外活動、いろんな大会の応援などに出かける時にその強風の中にいると、その後から鼻血を出すという状況が続いたそうです。そして本人だけではなく一緒にいた友人にも鼻血が出たというふうに証言しています。私の場合です。私の息子は2011年3月14日から2週間県外に避難をさせました。そして会津に数日間だけ留まった後に、その後県外に進学するために出しました。3年経った今、実はお母さん、僕は県外に行った後鼻血を出したんだと言いました。彼が言って私はびっくりしたのですけれども、実はそのしばらく避難をして帰ってきた後、あいつでどうしても体が動かしたくなって夜ランニングに出てたんですね。私そんなことさせたのかと思って後から自分のやったことを後悔したんですけれども、このように3年経ってから実はというような息子がいます。ですから本当に短い時間しかいませんでしたから、これが被爆の関係かどうか分かりません。ですが子どもたちの中にやはり親に心配させたくないから言えない子どもたちがいるというのは確かだと思います。お母さんがとても心配している、これ以上お母さんに心配させたくない、そういう思いの子どもたちの口まで封じてしまうのでしょうか。私は福島県の抗議する先が違うと思います。相手が違うと思います。人々が一緒に住みたい、福島県での子育てを本当に楽しみにしていたお母さんたちが福島県を愛しているのに離れなければならない、家族の中での分断がある、地域の中での分断がある、仕事を辞めなければならない、離婚してしまう、このような状況が県民にあるのに、その人たちに対しての抗議、これはおかしいです。福島県が抗議する先は違うはずです。この事故はですね、東京電力の起こした事故なんですね。予防原則をまずそれを守らなかったと。その後ですね、自己責任を全然やってないっていう、これがまあ結論でしょう。そしてその自己責任を取らせようとしてない、ここに大きな問題がありますね。今回のおいしんぼの、描写っていうのは私はもっと過激に喋ってるんですね。だからもう本当に3分の1ぐらいしか表現されておりません。だって私の言うことは事実なんですよ。何にもない本当のことを言ってるんですから、それをああまた言ったな、井戸が常に言ってるな、あれは気違いかなという程度でよかったんですよ。それをこともあろうに国挙げてびっくりしちゃって、それはなぜかというと被爆をかぶしてたから、それをズバッと私が言ったいう立場にあるんですね。望みもしないあれほど高い放射線を、まあ要素も全部かぶってるようですけど、浴びせさせられたこの思いをですね、私はやっぱり、そういう辛い思いを子どもたちを守りたいという一心に変わってきております。住民に正しい情報、そして放射能を怖がらせない安心教育じゃなくて、放射能の持つ意味を隠蔽しないで本当の意味の情報を提供して、最終的に住民がその場を離れるか離れないか判断してもらえばいいんですよ。別に隠したりなんかしなくてもいいんです。それを今やってるからおかしいんですね。風評被害という言葉で、なんかやってるんですけど、風評被害っていうのは私は望むとこなんです。本当に風評被害であれば私はここに立ってません。双葉町に住んでいます今。福島の子どもたちが物を言えぬまま命と健康という最も尊い人権が踏みにじられるという、そういう問題であります。昨年4月福島集団疎開裁判の仙台高等裁判所の判決で、福島の子どもたちの命と健康に有しい事態が懸念されるとはっきり認められましたが、このような事実すら口にすることができなくなります。このような希望、この希望を取り戻すために、私たちは間もなくもう一度子どもたちを福島から安全な場所で教育をせよということを求める福島集団疎開裁判の第2次疎開裁判を起こします。
一人でも多くの人たちがこの裁判につながってください。そして私たち市民の手で言うべきことが自由に言える社会に、そして子どもたちの命が本当に守られる、子どもたちを救い出す社会を一緒に作り変えていきましょう。今日はありがとうございました。